おはようございます、釣り子 TV です。初めての三島湖やってきました。とずらっぱらに続いてオープンした三島湖。昔おかっぱりでは何回か来たことあるんですけどね、ボートを使っての釣りっていうのはちょっと初めてなんで非常に楽しみです。もう12月の中旬ということでだいぶ寒くなってきたんですけどね、まだまだバス行けるんじゃないかということで、今日はタックル5セット、これを使ってですね、なんとか冬の貴重なバスを探していきたいと思います。よろしくお願いします。おはようございます。あ、楽ちんですね。これで桟橋まで、あ、ここまでですね。了解です。あ、でも近いっすよね。歌小屋がいいって言ったの？歌小屋ってよく聞くなと思って、なんかすごい何々と何々の間がすごいいいって言われたんですけど、何々が覚えなせないんです。マップもらえればいいのかな。でも昨日マップ見たんですけど思い出せなかった、よくわからなかったあ、じゃあこの辺りから上流に向かってもう今日のためにあるような、今日釣れなかったらもう釣れないですよ。今日釣れなかったら首です。厳しいテストは続く。でもこの水色だったらその感じありなんじゃないですかね。透明くんすげえボートとか入れやすそうな、なんかスロープ状の何かがしょ。スロープだな。
カバーは先に塗っときたい。おっしゃ、おっしゃ、でかい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 、よっしゃでかい、よっしゃよっしゃ、いいサイズ、透明くん、透明くんデビュー、野菜とかいますね、12月でもね、三島の12月中旬のナイスバス。超シャローだったね。いいコンディション。すっごい浅いとこにいましたね。ねえ。これちょっとサイズ計測お願いして、そこに出してあるんで。パワーフィネスですね。結構いいサイズじゃないですか、これ。ねえ、4、3ぐらい。うん。ああ、Tさんです。見たかったな。40アップあるんじゃない。お、4547？ちょっとクニクニってなってっけど。ん？ 48？ いや、ちょっとクニクニってなってっからね。一歩まっすぐまっすぐに行ったら口閉じで。よ、でも47はありますね。47ある。47ある。ちょい超えぐらいだね。すーげー。47。はい、47センチありましたよ、これ。朝一の三島港やばいっすね。やばいね。じゃあ釣れると思わなかった。いや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 47、はい、7、おお、元気、ありがとうございます。タックル解説をお願いしてもいいですか。スピニングにワイルドサイド、うん、パワーフィネス、パワーフィネスのに、これ P ライン、P ライン 1.5 号、12ポンドで、12ポンドリーダーで、透明くん、透明くん、フープジグ、フープジグ、透明くん。じゃあちょっとそれは後で詳しく見せてもらいます。あ、こんな透明ので、これトレーラー何つけてるんですか。言えない。これなぜかかんて鼻水たら恥ずかしいやつ。天が切ったやつ。なんすかそれ。天がだよね。天がの切ったやつ。え、天がってなんかこんなの入ってるんですか。天がの。はい。これ放送すんなよ。え、放送しましょうよこれ。これ放送しましょうよこれ。天がを。はい。買ったら。はい。黒天が買ったら。はい。ちょっとハードすぎて。はい。ちょっと無理だと思って。はい。中を削った時の切れっぱしなんだよね。はい、ちょっとじゃあ詳しいですね。これ天、トレーラーは天ガの中身を切ったやつだそうです。はマジでやんないで恥ずかしい。いやこれ使いましょうよこれだ。だ40だ。出るから嫌なんだよ。いや、いや大丈夫大丈夫大丈夫。天ガの中身で47三島で釣ったってこれ。事件ですよこれ。この朝のもやのかかる中、これもう使えますからね原さん。フープジグにトレーラーは天があって。47おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ引き続き頑張りましょう。鈴木さんのガイドすげえな。いやガイドっていうか俺今日初めてなんで、今日原さんに言われた感じで釣り進んでますよ。